人たちにも楽しめるゴーゴーマジック。その通りです。若い人たちにも楽しめるゴーゴーマジックということでございます。まず郷ひろみさんのライブの見どころっていうのはですね、はい、やっぱもう何ですか、ファン層がやっぱ高いわけですよ。ああね、見れば僕とか皆さんのお父さんお母さん世代の人がね、多分行くのがね多いと思うんですけども、もう全然そういうのには関係なく、うん、初めて行く方とか若い方、うん、でも全然楽しめる構成になってると、うん、それはなぜかというとですね、はい、まずね、みんなが知ってる名曲を必ず歌ってくれます、毎年。ああ、なるほどね。それは嬉しい。なるほど、大事、大事ですよ。いや、やっぱ初めての方でも分からないですから、でも知ってる曲が入ってるとやっぱ楽しめるんですよ。そして振り付けが簡単なので、みんなで一緒に踊ることができるということがね、すごい楽しい。例えば郷ひろみさんの曲って何だと思います？なんかこの曲、そうです、やっぱそれ、うん、僕アーティチって言ったら振り付けも分かります。やった、俺もそれやったことある気がする。アーチーチーアーチー覚えてるんだろうねっていう感じで、はい、振り付けがすごい簡単なので、はい、もう心の中、みんなの心の中お嫁サンバが踊っちゃうわけですよ。また個人的にはあの皆さんのおかげで大好きなんで、はい、6000万流れたテンション上がるし、あ、そうですね、そうです、今なんかもね2億4000万モノマネメドレーなんてあるんで、だからそういう曲も歌ってくれますんで、全然楽しめる内容になっております。はい、では続いてですね、はい、まあ、毎年郷さんっていうライブツアーやってるんですけど、去年とのライブの違いをですね紹介していきたいと思います。はい、違いがあるんですね、ちゃんと、はい、ちゃんとありますよ。こちらでございます。はい、ドンドドン出ましたね。何です？また行きますか。郷ひろみ57歳、リンクから今年はディスコっていうことでございます。これミラーボールですか？そうです、ミラーボールです。僕が書いてみました。マスクメロンって出ちゃってますね。まあ確かにそうですね、マスクメロンっちゃマスクメロンなんですけど。さあ、これどういうことかというとですね、毎年ツアーを、ね、ツアーを行ってる郷さんなんですけど、はい、2年前ですね、あ、去年か、あ、その前の年だ、40周年芸歴をやっと超えまして、はい、55歳っていう節目も超えたわけですよ、はい、今57歳になったっていうことで、去年は人と人とのつながりっていうのをテーマに、リンクというテーマでやってきました、うん、なるほど。で今年はですね、その節目を超えて人と人とのつながりを作ったところで、今回テーマにするのはディスコ、はい、ディスコというところでございます。まあ、今でいうとクラブですかね、僕は行ったことはないんですけども、もうそういう一緒に踊れるナンバーを引き下げて今日来てくれたと、今年はね郷さん帰ってきたということで、これをねダウンタウン松本さんで言うと出た、とにかく、これが郷さんのジャケット、ドーンからのドーンからのぐるぐるバーンでピトーやーっていう、これはほんまにあかんくないっていうことですね。アシュさん、これが一番好きだ。今もう完全に滑らへんなというところで、次の項目行っていきたいと思います。すげーすげーすげーすごい。さあ、次の項目はこちらです。テレビでは見れない郷ひろみと欲しくなってしまうライブグッズに注目ということでございましてですね、グッズね、グッズなんですよ。まずですね、テレビでのイメージってやっぱ郷さんってかっこいいイメージしか皆さん多分持ってないと思うんですけど、意外にね郷さんお茶目なとこがありまして、はい、それちょっと僕ネタやってるんでいくらやってるんでいいですかね、はい、ライブの MC で、人気芸人のギャグを覚えてくるが間違えて覚えてきてしまった郷ひろみさん。皆さん本当にどうもありがとう。今日ね、僕ね朝ねご飯じゃなくてパンを食べてきたんだよね。でどちらかというと僕はご飯よりパンが大好きなんだよね。おめかーいっていうネタをやって、これ本当にあった話ですよ。これおめでとう、おめかーいって間違いをした郷さんが、こういうおちゃめな郷さんがまず見れる。はい、それ会場の空気どうなの。みんな俺たちがバーってなってますよ。なるんだ、バーってなる。そんな中をもうおちゃめな郷さんが見れるわけですよ。そしてやっぱライブグッズ、はい、これぐらいね、やっぱ大物ミュージシャンだとやっぱライブグッズってみんな欲しくなるよ、はいはい、言ってみるとですね、で今回はですね、まあ一部分ですが、はい、ちょっと僕絵で描いてきましたんで、お絵で、これ出ますかね、ドンドン、なんだこれ、ネタ。今年はですね、GO っていう、もう本当に GO っていうのをメインにした、まあ、T シャツ、まあ、上から T シャツですね、タオル、それから傘のこの絵のカバー、
ってしまうようなユニークな。過去にどんな食べ物があったんですか？過去に去年は、はい、ふりかけがあったんです。ふりかけって小さい要はお弁当とかに入ってる、はい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 、ちっちゃいやつあるじゃないですか。はいはい、あれが全部絵が郷さんの幼少時代の写真が載ってるっていう。すげえセンスだな。すげえですよ、すごい。で今日今年で今日ちょっと今回のはまだお持ちできなかったんですけど、はいはい、去年発売したグッズの一部を買って持ってきたんですよ。何ですか？これ見えますかね？お守り？郷さんの僕らのお守りっていうんですけど、音が鳴るんですよ。ちょっと聞けますか？のお守りさん、二人でいればきっと大丈夫。君と僕との大切なお守りじゃない、お守りっていうドラマです。ちょっと待って、イメージが全然コウさんのイメージが変わっていくんだけど、こんなのが出て犬のお守りさん、これ5種類ぐらいあって、たまたま買った時は黄色だったんですけど、赤とかでいろんな、だから喋るやつが違う、すげえグッズとかもあるんで、もう本当に要はグッズで楽しんでいただいた。楽しいですね、これ。全然楽しいですよ。なのでもうぜひグッズも買っていただいて、はい、ライブを楽しんでいただけたらなと思います。はい、長くなりましたがこちら、ドンドンドン、今年の夏は郷ひろみとアジチナ一夜をどうですか。ぜひチケットピアへゴーっていうことです。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあコーナー最後は締めくくりたいと思うんで、はい、最後はルパン三世ですね、はい、コーナーを締めくくりたいと思います。うわー、閉まっちゃうのもう。ふふふふ、アシメのおしめでした。次元グレモン、そろそろ行くぜ。ありがとうございました。ありがとうございます。すげえ面白かった。ありがとうございました。よし、いや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 、すごい楽しかったです。こちらこそ、こちらこそ。こんな間近でモノマネを見るっていう機会がなかったので、びっくりしちゃった。じゃあカメラ戻しましょうか。はい、はい。